どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。弱小校は神奈川制す、グローリーロード。というわけで今回は、第3回戦、江ノ島北高校との勝負です。対決ですね。格上との勝負でね、ここは負けたくないです。頑張っていきましょう。じゃあ、ホームチェック変化球で。とりあえず、まあ、飛ばしていきましょう。さあ頑張ってか、あんま成長しねえな、やっぱり。うん、具志堅。ここでちょっと、まあ、勝ちたいですね、3回戦。うん、最近、今までだったらここら辺で負けてきてんですよね。さあ、柳川かなと思うんですけど、まあ、ここは柳川で行きましょう。柳川で行きます。はい。行きましょう。さあ、投手どうだ？また胃の調子ありえ。ダメだ。練馬かー。おー、どうした急に。おー、どうした急に。びっくりした、今。コントロールおかしくなったかと思った。どうしましょうかね。誰がいい？小松原も、浜谷、小松原、井野とあんま調子良くねえんだよな、3年生。じゃあ、とりあえず、練馬で行きましょう。行けるところまで。で、でもこの判断が基礎出るか、京都出るか、ちょっと不安なところはありますが、まあいいでしょう。行きます。で、セカンドはまあ問題ない。雨宮にしよっかなね、富士じゃなくて。ちょっと変えてみましょう。うん、雨宮で行ってみる。これパワー C だから、何かきっと、だからもうほんと超打撃型でいきたいと思います。相手がどういう、ちょっと打線なのかわかりませんが、これで頑張っていきたいと思います。問題ない。行きましょう。まあ、やばくなったらもう完全にすぐ変えます。3年生にピッチャー。不調とはいえど、やむを得ずといったところで。お褒めの言葉使っとけばよかったかな。まあ、こればっかりは仕方がないですかね、もしかしたら。だからまあ頑張ってちょっと抑えてもらうしかないです。ここはもう、行きましょう。栄光大学附属湘南高校対江ノ島北高校。前評判が B。前評判のね、上を行く可能性があるんですよね。だから、かなり強い A の可能性だってもちろんあるわけですよ。だからそれはちょっとなんとも、どうだ。マジか。やっぱそんな気はしてたんだよな。頑張っていきましょう。うわ、ちょっと待って。どっちが勝ってんの？おい、負けてんじゃねえか、これ。嘘でしょ？なんでだよ。もうこんなすぐ？嘘でしょ？マジか、こんなにすぐ。まあ、これピッチャー変えた？たかな。よしよし、ヒット。ヒット一本ずつ投げよう、もう。マジか、いきなり？いや、ちょっと、おい、マジか、ちょっと。嘘でしょ？これちょっと俺もなんすべもなくやられちゃうんじゃねえか、これ。熱血も使おう、どんどん。マジで言ってる？いや、ちょっと、こういうねーのは、いや、ダメだよ。頑張って、ちょっと。いや、もう、ちょっと、7点差、なんとか返そう、本当に。よしいいよ、ワンナタンナ、一塁。ラッキー。よし、いいよ。帰ってこい、一人帰ってこい。いや、ダメか。よし、オッケー、ナイスマッチ。いいよ、いいエラー入った。下位打線っていうのが不安ですけど、まあいいでしょう。究極の思考発動。一気に返していこう、ここ、本当に。ミート積極で思いっきり引っ張ってもらおう。頑張れ。いけ。期待してるから。うわぁ、追い込まれた。よし、オッケー、よっしゃ、オッケー、いいよ、1点ずつ返そう。どんどん返そう。いいよ。そのバッティングで間違いない。いいよ、打撃力はうちもね、負けてないんだから。行く、雨宮。ちょっと待って、ちょっとそういえば敵の見てなかったね。投手データ。なんだ、この能力。まあ、不調なのがせめてもの救いですよ。菅野もいるのね。なるほどね。うわ、天聖プロ、多いね。野手見ておこうか、相手の。うわぁ、なんだい。おぉ。でも、打撃力そんなないじゃん。投手を頑張って打っていくしかないですよ。行きましょう。とりあえずここは犠牲フライとか狙っちゃ、それ、ね、熱血発動。ミート積極の、もう最悪犠牲フライでもいい。もうとりあえずそれでヒットが出ればラッキー。おっと、これは本当に犠牲フライっぽいなぁ。まあいいや、よし、いいよ、1点ずつ返そう、どんどん。ほら。そう、どんどん返してこう、ここから。もうこの点差は仕方がないんだから、もう終わっちゃったチャンス。うわぁ。しまったチャンス。こんなあっさり終わると思ってなかった。まずいな。やっぱネーリン先発はまずかったか？格上に相手に。そうだよな。ちょっと絶好調だったから期待してみましたけど。よし、いけ、よし、よくやった。柳川、いいよ。どんどん返そう。よし。なんとか4点差まで持ってきた。よくぞ持ってきた、ここまで。さあ、行こう。4点差まで返せる、きっと。ピンチ。ピッチャーは誰？まさかまだ一人で、イノになってるんだ。なるほど。わかりました。まだピンチではないから使うことはないでしょう。ゲッツーシフト変化球。で、外角に。多分、ストライク先行でいこうか。うわー、よし、追い込んだ。いいよ。怖いけどいいよ。頑張れ。いやー、抜けるか。なー、抜ける。
てか、なんか雨だからちょっとなんかボールのなんか転がりの質がちょっと違いますね。代打か、平川。うわ、なんだこれ。0割8分7厘で57本ってなんだよ。10中8個ホームラン打つやつじゃん。これ怖いなぁ。変化球中心で、とりあえず外、もうダメだ。内角危なすぎる、あまりにも。ストライクで、ストライク。ストライク入れようか。いやー、取って、おー、ちょ。マジか、取れなかった今。まあ、ワンアウトランナー満塁。まずいな。ここ使いましょうか。伝令発動。ここでものすごく盛り上げて、ちょっとホームゲッツー取ろうか、しっかり。緩急重視だね、間違いなく。ゲッツーで終えよう、ここは本当に。ちょっと。一番バッターっていうのが不安ですけど、まあ、ここは、うーよっしゃ、追い込んだ。いけ。よし、オッケー、よく押せた。いいよ、いいよ。あ、いば、どうしようかな。これは、外角かな。長打警戒。ほんと、長打だけは警戒。内野に行けば今、調子、いけるから、きっと。抑えましょう、しっかり。ストライク投げて。よっしゃ、追い込んだ。バカーフォアボールはダメだ。マジかー、ちょっと、それは痛いぜ。うわー、この、はぎたってやつ、やべえな。いやー、ちょっと、イノちゃん、それはまずいよ。ちょっと、なんとか4点、やばい、射程圏だ。よっしゃ、ファーストゴロ。よっしゃ、追い込んだ。これで次、代打、うまく代打には出したいな、ちょっと、ピッチャー変えてもらって。あ、チャンス来た。よし。一気に返そう、これ、本当に。もう、一矢報いよ、本当に。マジで、これは。ミート、積極の、ヒットエンドラン、初球かませ。よし、オッケー、成功。うまい。よし、いいよ。ワンアウトランナー、一、二塁。ここ大事だよ。さあ、チャンス。そして、ヒットエンドラン、もう一回かますか。行こう、もう男なら、もう、どんどんこうやって、繋げるしかねえ。うわーっと、もう、よし、危ない。今、ゲッツーよりか、だいぶマシだよ。よし。スタートランナー、二、三塁。さあ、ここチャンス。もう一気行こう。ミート、積極の流し打ち。うわー、いきなり、おっとるな、取るな。初球で、あー、マジかー。うわ、マジか、ちょっと、マジか。割とマジか。あらららららー。9番代打。おー、代打で正解だね。究極の思考発動。思いっきり行きましょう。ミート、積極、引っ張り。いけ、内川。期待してるから。頑張れ。3年生、よし、いけ、うわー、惜しいなー。頑張れ、よし、入れ、入ってくれ、入らなくても最悪いい。よし。当たりが良すぎて、シングルヒットか、これ。ああ、そう、もう能力どんどん使っていくよ、ここ。精密機械発動します。ヒットエンドランかな、ここは初球。ここは期待しよう。ニットで、あ、いや、ここはもう思いっきり、強身対応積極のヒットエンドランでいこう。いけ、よし、落ちろ、オッケー、よし、いいバッチ。いいよ、反撃ののし上がったからね、完全に。いいじゃん。よし、ワンアウトノーアウトだね。ノーアウトだからかなりいいよ。犠牲フライ。いやー、ここは救急の宿発動。思いっきり振ってもらった方が、これはありがたいですね。ミート、積極の引っ張り。いけ、頑張れ。桐山。よし、落ちろ、取るな。うわー、くそ、取りやがった。まあいいや、よっしゃ、1点返したい。オッケー。うわー、今、落ちたら最高だったんだけどなー。よし、こっからでも逆にいいわ。いいですね。よーし、究極の思考。流し打ちの方がいいのかこれ。流し打ちの方が特徴だ。あったワンボール。いや、ヒットエンドラン行こう。ヒットエンドラン。よし、抜けろ。抜けないのか、抜けないか、あれ。いい守備すんな、畜生。まあ、4番に任せた、ここは。精密機械発動。思いっきり行こう。ミート、積極引っ張り。いけ、阿部。阿部、いけ、頑張れ、よし、ナイスマッチ、オッケー、よし、いいよ。よし、3点差まで来た。いいよ、まだツーアウトだから。野球はツーアウトからって言うじゃない。行こうじゃないか。行こう、4番。兄貴。強心臓発動だよ。一気に行きますよ、ここ。思いっきり引っ張ってこう。頑張れ。行け、兄貴、やばい、追い込まれちゃう。まず、よし、いけ、よし、いいよ、よし。来た、1点差来た。1点差来た。いいぞ。いいぞ、来たぞ、あるぞ、これ。いいぞ。柳川。お、柳川、今日めっちゃ調子いいじゃん。よし、行こう、大きい行け。柳川、行け、頑張れ。柳川、本当に、ここ、勝つ、行け、おっとるなー、なんでだー、あと1点だったのに。うわー、くっそ、悔しい。うわ、マジか、あと1点だったんだぜ。うわ、劇的勝利はならずか。おーい。おー、俺そろそろ甲子園行かないと実況終わんねえよー。マジですか。いや、俺もこれは、マジか。1点差まで行ったのに。
ネリー、やっぱネリマピ、ネリマはダメだったな。参った。くわー、ちくしょう。成績見ておきましょうか、一応。どんなもんだったよ。とりあえず、ね、荒木が、ああ、いいじゃんに、頑張ったね。いや、すごく打ってる。具志堅がちょっと悪かったな。それ以外はあれもな、まあ、うん。でもみんなほどほどに打って、ちゃんと点数もね、稼いでくれたし、頑張ったんだけどね。ヒットの本数で負けない。ただちょっと、本当にあと一歩届かなかったんだな。なるほど。井野もちょっと1失点して。練馬か、やっぱり。ネーリン出すの失敗でしたね。参った。やっぱ調子がすべて、しゃあない。負けちゃいました。仕方ない、もうこれは。負けちゃいました。夜中のプルヒッター。もう3年生だからな。まあいいやいいや。なんでそこそこなんだって話ですよね。笑えないよ、本当にもう。はい、アイコン5になっちゃいました。夏終わったか。あっさり終わっちゃったよ、3年生。そして次世代誰にしようかな。内川、天宮、富士。ここはね、どうしようかな。内川、はじめくんに期待しようじゃないか。信頼度上げて。さあ、新チームとして新たなスタートを迎えたいと思います。恋更新、まあ、基本変えません。攻撃力重視です。もっとだから、もっとパワーがあった方がいいです。これは本当に。はい、だからもう、これはでも悔しいな。金本たち。いいじゃん。テンションありがとう。内川に。二人だけか。はい、残念ながら、負けてしまいました。まあ、こればっかりはもう、頑張ったみんな。最後の一点、本当にちょっとこれは、あと一歩、本当にあと一歩でしたね。仕方がない。次回へ行きたいと思います。新チーム頑張っていきましょう。じゃあね。